嵐作戦は、クロアチア共和国軍を主体とし、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍の協力のもと、クロアチア領内で事実上独立状態にあった、クライナ・セルビア人共和国を奪還するための全面的軍事作戦のコードネームである。クライナ・セルビア人共和国は1991年以降、セルビア人の分離主義者によって事実上の独立国として統治され、 クロアチアの支配権が及んでいなかった作戦は36時間、続き第二次世界大戦後のヨーロッパでは最大の陸上進攻作戦と記された。作戦は1995年8月4日の未明に始まり、4日後にはクロアチア軍による完全勝利に終わった。クロアチア軍はアメリカ合衆国に拠点を置く。 民間軍事会社ミリタリープロフェッショナルリソーシズによって訓練を受けていた。この契約はアメリカ合衆国政府によって是認されていた。当時のアメリカ合衆国大統領ビル・クリントンは回想録の中で地上での大規模な損失を与えることのみによってセルビア人を交渉の席につけることができると確信していたと述べている。後に交渉はデートン合意としてまとまり、 クロアチア紛争及びボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を集結させた。当時のアメリカ合衆国の和平交渉者、リチャード・ホルブルックは、クロアチアのクライナに対する攻勢によって、いかに劇的にバルカンの戦況を変化させ、それによって外交攻勢も変化したかを思い知ったと話した。退役した将軍で、アメリカ統合参謀本部戦略計画、政策部の長官、 後の NATO 欧州連合軍最高司令部のウェズリー・クラークは簡潔に転換点であったと述べている。スレブレニツァの虐殺後、ボスニア・ヘルツェゴビナのビハチでも同様の大量虐殺の発生が懸念されていた。ビハチはスレブレニツァの4倍の規模があり、クロアチア領のクライナセルビア人共和国や、ボスニア・ヘルツェゴビナ領のスルプスカ共和国といった。 セルビア人勢力に包囲され攻撃を受けていた。およそ15万人から20万人のセルビア人が迫りくるクロアチア軍から逃れ、ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人勢力支配地域や、さらに東にあるセルビアまで脱出した。欧州連合の旧ユーゴスラビア担当特使、カール・ビルトは1995年8月7日、これまでバルカン見た中で最も効果を発揮した。 民族浄化と呼んだ。これに対して、クロアチア共和国の外相は、ビルトによる評価は根拠がないと答えた。ドイツの外相をクラウスキンケルは、遺憾を表明する声明を発したが、同時に、セルビア人勢力による攻撃の都市きを忘れてはならない。それは、クロアチアの忍耐力に対する過酷な挑戦であった。と付け加えた。アメリカ合衆国政府は、 自制を呼びかけたものの軍事行動がクライナセルビア人勢力によるムスリム人の飛び地ビハチへの攻撃によって引き起こされたものであったとした。軍事構成はボスニア・ヘルツェゴビナ領内に入ってからはミストラル作戦として続けられた。クロアチア政府は主権国家が自国の領土の支配権を守る権利に基づき作戦を正当化している。クロアチア政府はまた 戦争犯罪に加担していないクロアチア領のセルビア人はクロアチア領に帰還できると強調している。クロアチアでは8月5日は勝利と祖国への感謝の日として国民の祝日となっている。1990年のマルタ革命はクロアチア領でセルビア人が多く住むクライナ地方及びクロアチア人が比較多数でしかないクロアチア東部に集中した。 セルビア人勢力は、クロアチアから独立した、クライナセルビア人共和国の樹立を宣言したが、これは国際的な承認を得ることはなかった。ユーゴスラビア人民軍の支援を受けた、クライナセルビア人共和国と、クロアチア政府、市民との間で戦闘が始まった。セルビア人勢力の支配下となった地域では、彼らによって、クロアチア人市民に対する民族浄化が始められ、 1993年初頭までに、ほぼすべてのヒセルビア人市民はこの領域から排除された。クライナは国際連合の監視下となり、1993年11月の時点で、国連保護区南地区では、クロアチア人は300人、国連保護区北地区では1500人から2000人程度となっていた。1992年1月、 クロアチア大統領のフラニオトゥジマンとセルビア大統領のスロボダン・ミロシェヴィッチとの間で停戦が合意され両勢力間の戦闘は停止された。その後3年間にわたってクロアチア軍はクライナに対する攻撃は限定的なものに止まった一方セルビア人勢力からは周囲のクロアチア人の街を包囲するなどの攻撃が加えられた。セルビア人勢力による攻撃としては 1995年5月のザグレブロケット攻撃などが知られている。この間のクロアチア軍による大規模な攻撃としては1993年9月のメダクポケット作戦が知られ、クロアチア軍が理科地域の山間部を制圧したが、この時セルビア人住民に対してクロアチア軍が戦争犯罪を行ったとする権を生んだ。クロアチア陸軍は ボスニア・ヘルツェゴビナでの戦闘により重点を置いた。ボスニア・ヘルツェゴビナではクロアチア人の武装勢力、クロアチア防衛協議会と協力していた。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争へのクロアチア軍の介入によって、ボスニア領内で独立勢力を築き上げていたクロアチア人勢力を助け、またクロアチア軍に対して価値のある戦闘経験をもたらした。また、 この介入によって、クライナセルビア人勢力へのボスニア領内での補給路を脅かす戦略的な重要地域を確保した。1995年のクライナセルビア人軍の地図。嵐作戦の地図1995年5月のイナズマ作戦の後、セルビア共和国の大統領スロボダン・ミロシェビッチは、クライナに対して、物資、ユーゴスラビア連邦軍の将軍ミラン・ムルクシッチ。 クライナ出身で従軍可能年齢にある人々を送って支援することを決定した。Z-4 計画と呼ばれた和平案ではクライナセルビア人に対してクロアチア領内での自治を認めることを提案したもののクロアチア、セルビア人双方によってこの案は否定された。クライナセルビア人クライナに対する軍事行動が予想されていたもののクライナセルビア人共和国大統領の ミラン・マルティッチとサンボは、Z-4 案を拒絶した。クライナ・セルビア人共和国は、クロアチアからの完全分離とボスニア・ヘルセゴビナ領の、セルビア人勢力である、スルプスカ共和国との統合を望んでいた。1995年7月の95、火作戦でのクロアチア軍の勝利の後、クライナ・セルビア人勢力の兵団は深刻な問題を、抱えることとなった。 95カ作戦によって、クライナセルビア人共和国の首都であるクニンと、ボスニアのスルプスカ共和国とを結ぶ、幹線道路が、クロアチア人勢力の手に落ちた。クライナの兵士の士気は下がり、クライナ政府の命令によって市場は閉鎖された。また、深刻な内部対立にも陥っていた。クライナセルビア人軍も、また、深刻な人員不足に陥っていた。 クライナセルビア人軍の守るべき防衛線はクロアチア及びボスニア領クロアチア人支配地域に対して6 0 0トルに伸び、さらに後方にはボスニア軍のいるビハチトビチに沿って1 0 0トルに伸びていた。この前後の防衛線を守るのに5万5000人程度の兵員しかいなかった。このうち1万6000人は東スラボニア地方の防衛に当たっており、 クライナの本土を守っているのは最大でも3万9000人であった。セルビア人勢力と敵対した勢力それに対して、クロアチア共和国軍とボスニアヘルツェゴビナ共和国軍は1994年のワシントン合意以降、その戦力を大幅に強化していた。クロアチア、ボスニアヘルツェゴビナ両国に対する武器金融は続いていたものの、両国の軍は、 近代的な兵器で武装を整え直し、アメリカ合衆国による軍事訓練の支援を受けていた。両軍はまた戦略的な優位性を確保していた。両勢力の連絡線はセルビア人の諸勢力のものよりもずっと短かった。これらの優位性は西スラボニアにて1995年に発揮された。この時の稲妻作戦では、クロアチア共和国軍は速やかに、 セルビア人勢力の支配地域を制圧した。セルビア人勢力はクライナからオルカンミサイルを発射するザグレブロケット攻撃にて報復攻撃をし、市民7人が死亡、150人が負傷した。1995年7月から8月の軍事作戦1995年7月、クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナの軍は合同で、 ボスニア・ヘルツェゴビナの町グラモち及びボサンスコ・グラホボ、リブの西側の村落を制圧した。これによって、ボスニア両セルビア人地域から、クライナの取得人へと続く、幹線道路が、クロアチア、ボスニア両政府軍の占領下となった。クライナは重要な補給線を立たれたことに加え、その取得人は三方向から敵に包囲される状態になった。クライナ・セルビア人軍は、 ボスニアのセルビア人勢力及びボシュニャク人の反乱勢力と共に、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府が支配するビハチ飛び地を消滅させることを目的とし、ビハチへの攻勢を開始した。ビハチは1992年以降、両セルビア人勢力に包囲されて孤立した飛び地となっており、4万人のボスニア人難民が逃げ込んでいた。これは、ビハチと同様に数年間にわたって、 セルビア人勢力に取り囲まれていたスレブレニツァが7月11日にセルビア人勢力に制圧されスレブレニツァの虐殺が引き起こされた直後の出来事であった。国際社会はスレブレニツァの虐殺の B8 での再現を危惧していた。1995年7月の最後の週から8月の最初の数日にかけてクロアチア軍は クライナ本土及び東スラボニアの前線に沿って大規模に軍を展開した。交渉を荒らし作戦の前、両勢力による交渉が行われた。両勢力の代表者はスイスに8月3日にいた。クロアチアの立場はセルビア人勢力に対してクロアチアへの再統合を求めるものであった。クロアチア大統領、フラニョト自慢は戦争に加担していない。 セルビア人住民はそのまま故郷に泊まることができ、その権利は保障されるとした。クロアチア軍の代表者はまた、再統合にあたって、ボスニアに去ることを望むセルビア人のために、セルビア人勢力の回廊を維持することを宣言した。8月4日午前3時、平和維持活動のために、クライナに駐留する国連軍に対して、クロアチアから2時間後に、 クライナ攻勢を始めると警告を受けた。3 0 0トルの前線に沿って15万人のクロアチア軍が攻撃を始めた。クロアチア軍の第4及び7クロアチア防衛旅団はクライナセルビア人勢力の前線を突破しクライナの首都へと進行を始めた。この時すでにクライナの指導者たちの多くはボスニアやセルビアに去った後であった。主攻撃攻撃の主要な部分は クロアチア防衛旅団によって行われ、クライナセルビア人軍を細かく分断するために、異なる多数の箇所を攻撃した。攻撃の初期段階では、その他の部隊は単に前線を守るのみであった。彼らは、セルビア人勢力が分断されると方囲に参加し、中に取り残されたセルビア人軍を降伏に追い込んだ。主攻撃では、第一クロアチア防衛旅団がサボルスコ及びプリトビツェ。 小軍に向けて攻撃した。これは、反対側のビハチからクライナを攻撃している、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍と支配域を接続する、ことであった。同時に、第2クロアチア防衛部隊はグリナ及びペトリニア、制圧を目標として、攻勢をかけ、続いて、ビハチ飛び地から進撃したボスニア・ヘルツェゴビナ軍と、ジロバツ地域での交流を目指した。攻撃の初日、 ペトリニャ付近のクロアチア軍は攻勢に失敗し、第2クロアチア防衛部の司令官はその地位から降ろされ、ベータルスティペティッチに交代された。第4及び第4クロアチア防衛旅団は、ボスニア・ヘルツェゴビナ領から、クライナの取得人に向けて攻撃した。第9防衛旅団の大部分は、リボーボ、ウドビナへと攻勢をかけたが、一部は、ベレビトさんからすべき、ロク・クラチャツへと攻撃した。 攻撃の初日、重要な出来事として、9人からスルニを結ぶ道路の分断が起こった。これによって、クライナセルビア人軍の第21コルドゥン軍団が、リカや9人に支援に向かうことができなくなった。初期の頃、特にコルドゥンやペトリニア、リカなどで、大きな抵抗があった。しかし、2日目になると、抵抗は打ち破られ、クライナセルビア人軍の大部分は退却を始めた。 8月4日のクライナセルビア人共和国最高防衛協議会による9人地区の前線地域の市民の退去を求める命令9人地区の前線地域の市民の退去の決定クライナセルビア人共和国の最高防衛協議会は同国大統領ミランマルティッチンの下に集まり状況について話し合った16時45分9人ベンコバツオブロバツドルニシュクラチャツの 各自治体から軍務に適さない市民の退去を開始することが決定された。これらの町は南に突き出る形となった、クライナの南部の前線近くに位置していた。命令ではさらに、退去は9人、そしてその後お取り地を経て、スルブ、ラパツへと向かう計画に基づいて実施されるものとされた。実際の住民の脱出のどれほどが、この命令を受けてのものであるかは定かではない。 脱出してきた難民たちからは、この命令を知って、脱出を始めたと主張する者もいる一方で、このような命令は知らないと説明する事例もあり、難民すべてが命令を聞いて脱出したわけではなく、命令を知らないまま現実のクロアチア軍の侵攻に反応して、脱出を始めた人々も少なからずいる、可能性がある。1995年8月5日、国にや その他のほとんどのダルマジアの内陸地方はクロアチア軍の占領下となった。クライナセルビア人軍からの反撃は散発的なものに止まった。ビハチを守っていたボスニアヘルツェゴビナ共和国軍が反撃を始め、クライナセルビア人軍を背後から攻撃、複数の箇所で国境を越えてクライナに侵攻し、クロアチア領のプリトビッツェ古軍でクロアチア軍と合流した。 クライナの領土の各地から巨大な難民の隊列が形成され、クライナの全域からほぼ完全にセルビア人住民が脱出した。セルビア人難民は国連が仲介した停戦合意に基づいてクロアチア軍が認めた脱出回廊を伝ってボスニアに脱出した。広報官のフィリップ・アーノルドはこの難民たちの地域からの脱出を補助することによって国連が 民族浄化に寄与したことにならないか懸念を表明した。国をめぐる戦いでは、1000人のセルビア人市民が国連軍の保護下に入った。うち340人がその後もクロアチアに泊まり、61人がクロアチアによって戦争犯罪の権威をかけられて逮捕された。その他はセルビアへと退去した。1995年8月6日、プリトビツェコ軍で合流した、 クロアチアの第一防衛予断と、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍の第五軍団は、スルニ付近まで機体攻め込み、ベリカ・クラドシャの近くでボスニア・ヘルツェゴビナとの国境に達した。この間、ペトリニャ、コスタイニツァ、オブロバツ、コレニツァ、スルニ、ブルブノ、ブルホビネ、プラシュキ、セェーティングラード、プリトビツェ、グリナはすべてこの日のうちに制圧された。この中で、 強い抵抗があったのはグリナの町のみであった。クロアチア政府の統治下にあるカルロバツが、クライナセルビア人軍によって報復的に包囲され、ボスニアのスルプスカ共和国の航空機がクティナの化学工場を攻撃した。クロアチア大統領のフラニオト自慢は、9人に外戦入場し、9人の丘の上の要塞には巨大なクロアチアの国旗が旗めいた。8月7日も戦闘は続いたものの、 それまでに比べると小規模に止まった。2機のセルビア人勢力の航空機が、ダルバル及びパクラツ付近で撃ち落とされ、トゥラニョ及びドボルが新たに制圧された。クロアチアとボスニアの政府軍は、ビハチトビチの北東のジロバツで合流した。ボスニア領のベリカ・クラドシャは、ボスニア政府に反旗を翻して、独立を宣言した西ボスニア共和国の首都となっていたが、 ボスニア・ヘルツェゴビナ政府軍によって制圧された。クロアチア共和国の国防大臣、ゴイコ主尺は主要な戦闘の完了を宣言し、ボスニア・ヘルツェゴビナとの国境のほぼすべてが、クロアチア軍の統制下となったことを明らかにした。最後の総統攻撃は8月8日に行われ、未制圧のゴルニラパズ、ドニラパズ、ボイニチは抵抗なく制圧された。8月9日、 クライナセルビア人軍の第21軍団がボイニーチ、近くでクロアチア軍に集団降伏した。この時点で、ほぼすべてのクライナのセルビア人住民は移動しており、ボスニアのセルビア人勢力支配地域へと越境していた。脱出する市民の中にクライナセルビア人軍の兵士も混ざっていたことによって、問題が複雑化した。脱出する難民たちの巨大な隊列は、 グリナドボル道路を通っており、2カ所で犠牲者が出た。ある報告では、クロアチア軍が隊列を包囲したとあり、別の報告では、セルビア人の第二戦車両団の戦車が、市民と共に移動していたとしている。クロアチア政府は、およそ9万人のセルビア人市民が脱出したと、発表した。政府の命令に基づき、差別の防止と少数者の保護に関する株委員会の、 書状としてルフセラル文章、を誇りを持ってあなたに当てる E.CN.4 サブ2199545デーティッド11オーガスト1995セルビア側の情報源によると難民の数は25万人とされる国際連合はその数をおおむね15万人から20万人程度としている英国放送協会はその数を20万人と報じている 8月21日、クロアチア軍は、攻勢によって174人のクロアチア軍兵士が死亡し、1430人が負傷したと報告した。セルビア人勢力の兵士は700人が死亡した。イナズマ作戦によって、クライナ軍はクロアチア軍よりも能力的に劣ることが明らかとなった後であったが、大きな抵抗がなかったことはなお驚きであった。 クロアチア軍は作戦には一週間を要するものと見ていた。しかし、グリナでの戦闘を除いては、セルビア人勢力からの抵抗は、ほとんどの場所において、形だけのものを大きく上回ることはなかった。クライナセルビア人軍は全面的に打破され、その兵士らは戦闘を放棄して、市民と共に武器を持ったままボスニアへの脱出に加わった。およそ5000人が降伏し、 その武器をクロアチア軍や国連軍に引き渡したと言われている。嵐作戦はクライナセルビア人共和国の飛び地としてセルビア人の支配地域となっていた東スラボニアは対象とは知っていなかった。東スラボニアはクロアチアとセルビアとの国境沿いに広がるクライナセルビア人共和国の最東端にあった。この地方ではクロアチアとセルビアの本国の軍は直接衝突する。 危険性があったものの、大規模な衝突はこの地では引き起こされなかった。嵐作戦の直後の頃、クロアチア軍とクロアチア内務省の部隊はクライナで一連の追加作戦を指揮した。クライナに展開したクロアチア軍の大部分は1995年8月のうちにこの地を去った。クロアチアとボスニアの両国の軍は、その後ボスニア西部へ攻勢を続け、 ボスニアのセルビア人勢力の事実上の首都であるバニャ、ルカへと迫った。嵐作戦は、1992年から、セルビア人勢力の包囲下に置かれていた、ビハチの包囲を解いた。ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍第5軍団の将軍、アティフ・ドゥダコビッチは、嵐作戦が、フラニオトゥジマンとボスニア大統領、アリア・イゼトベゴビッチとの間で交わされ、 ののををくくことと制約ししたたたスプリト合意に基づくものであったと話したセルビア共和国大統領スロボダン・ミロシェビッチも、セルビア人主導のユーゴスラビア連邦軍も、嵐作戦の間クライナの支援には動かなかった。ミロシェヴィッチは、クロアチアの軍事攻撃を非難したものの、セルビア政府の支配下にあるメディアは、 クライナ・セルビア人共和国の指導部をも避難し、彼らは指導者にふさわしくない者たちであったとした。嵐作戦によって、地域の軍事バランスは一転した。NATO によるボスニア・ヘルツェゴビナでの空爆作戦とともに、嵐作戦とその後に続くボスニア・ヘルツェゴビナでの軍事構成は、和平交渉を続ける上で、致命的に重要なものであったと考えられている。その結果によって、 デートン合意が結ばるに至った。大規模に宣伝された、この出来事の中で、クロアチアの勝利と統一の象徴として、クロアチア政府は、ザクレブから国を結ぶ、自由の列車を運行した。クロアチア紛争が始まってから、イナズマ作戦及び、嵐作戦が実施されるまでの間、クロアチアの領土は二つに分断され、両者の間の連絡は皆無に等しかった。年、 クロアチアの大統領イーボ・サナデルは、嵐作戦は、我々が誇るべき輝かしい歴史的な軍事、警察作戦であり、占領下に置かれたクロアチア中部を解放した作戦で、あるとした。さらにサナデルは、主権国家が占領された場合、その領土を解放する権利があるとした。クロアチア軍はまた、セルビア人市民とその財産に対する大規模な作戦行動も指揮し、後に、 旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷によって卒業を受けることとなった。クロアチア軍がセルビア人市民の財産の大規模な破壊と略奪を実行したと報じられている。イクティの主任検察官は、クロアチア軍の作戦では、放火本部は燃えやすい燃料や発火させる銃弾、爆発物を用い、複数の町や村を完全に破壊したと訴えた。この作戦の目的は、 検察官によると、クライナのセルビア人たちの帰還を不可能とすることであった。さらに、訴えによると、数百人に上るクライナのセルビア人が、嵐作戦の間に殺害されるか、行方不明となっているとしている。特に記すべき事項として、5人のセルビア人市民が、9人の北のプラブの渓谷のグルボリにて8月25日に、殺害された県、18人のセルビア人市民が、 バリボで、ご七や旧国連保護区南地区のその他の集落で9月に殺害された件などがある。この間、他の場所でも同様な個人、あるいは同じ世帯の複数の市民に対する殺害が続いた。1995年11月、国際連合信頼回復活動は、この作戦によって128人の市民が殺害され、9人地域の建築物の73%が、 破壊されたとの推定を報告した。122カ所あったセルビア正教会の聖堂のうち17カ所が損害を受けたものの完全に破壊されたのは1カ所に止まった。1995年9月の国際連合クロアチア常設ミッションのコミュニケによると聖堂の破壊のほとんどはセルビア人の退却より前に起こったとしている。嵐作戦の後、 クロアチア当局は3000を超える遺体を発掘した。クロアチア当局はこれらの遺体について、クライナ地域でセルビア人勢力による民族浄化作戦で殺害され、埋設されたクロアチア人であるとしている。2008年6月、アンテゴトビナに対する裁判の中で、カナダ人の将軍アンドリュー・レスリーは、1万人から2万5000人の市民がこの作戦によって死亡したと主張した。 クライナを脱出したセルビア人のほとんどがボスニア・ヘルツェゴビナのバニャルカか,かセルビア共和国に移動した。その多くがセルビア本国かボイボリナ自治州一部はアルバニア人が多数を占めるセルビア領のコソボメトヒア自治州に移住した。構成の直後、セルビアは難民の受け入れを始めたが8月12日13日頃から クライナから到着した難民のうち身体の健全な男性を徴兵し、セルビア人勢力が支配する東、スラボニアやボスニアヘルツェゴビナ領に送った。8月12日、セルビアはまた従軍可能年齢にある男性はこれ以上、ボスニア領からセルビアに入国することはできないとし、8月4日からこれまでの間にすでに10万7千人のクライナ難民を受け入れているとした。 難民の中には、ユーゴスラビア連邦当局によって、不法移民であるとされ、セルビアへの入国を拒まれた者もいた。報じられるところによると、難民の中には警察によってアルカンことジェリコ、ラジュナトビッチの民兵組織に送られ、アルカンの部下たちによって、虐待を受けたと言われている。ここで、難民たちは、クライナを敵に明け渡したことを理由に、公然と、殴られたり恥ずかしめを受けたりした。 大規模な難民の流入によって、セルビアでの民族的緊張が高まり、ボイボディナで一定の人口規模を持つ、クロアチア人少数民族が嫌がらせを受けた。ボイボディナのリベラルな反体制派やクロアチア政府のベオグラード代表部は、800人から1000人程度のクロアチア人が1995年8月の間に、クライナ難民や地元の過激主義者による追放や脅迫によって、 ボイボディナを去ったとしているガーディアンのジョナサン・スティールは以下のように書いた。いとも素早く犠牲者が加害者に転じることに私は唖然としたのを記憶している。セルビア領に入ってすぐの町ギバラツで私は新たにやってくるセルビア人難民たちを見ていた。難民たちのために避難先を探すのを手伝う地元の関係者たちは家屋に押し入り、 クロアチア人の家族を立ち退かせたおよそ5万人の難民はボスニア・ヘルツェゴビナ領に泊まった。このクライナ難民の追放に対する報復として難民たちの一部はセルビア人の武装勢力の支援を受けこの地域のクロアチア人やボスニアク人たちを住居から追い出した。また、非セルビア人市民が殺害されたり行方不明となる事件もクライナ陥落後激化した。地元 および地域のセルビア人当局は特に9月から10月にかけて地域からのクロアチア人やボシュニャク人の追放を支援した。スルプスカ共和国政府はバニャ、ルカ地方からのすべてのクロアチア人及びボシュニャク人の追放を命じた。この例外は従軍可能年齢にある男性のクロアチア人及びボシュニャク人であった。クロアチアによると 嵐作戦後の数週間の間に1000を超えるクロアチア人の家族が追放され、その多くが報復として虐待を受けたり死亡したりしているとした。ヒセルビア人市民の殺害はボスニアのバニャ、ルッカ、プリエドル、ボサンスキ、ノビ、ボサンスキルビザで9月から10月にかけて発生した。これは嵐作戦によって住む場所を追われた。 セルビア人たちの生活場所を確保する目的があった。嵐作戦の報復として、特にクロアチア人が標的にされたとも報じられている。国際連合やその他の国際的な監視機関は、非セルビア人市民の殺害やその他の蛮行の事例を収集した。嵐作戦の前には2万9千人いた場にあるかのクロアチア人はわずか3千人に減少していた。紛争の 全期間を通して、およそ30万人のクロアチアのセルビア人が故郷を離れ、その多くがその後もクロアチアへは帰還していない。国際連合難民高等弁務官事務所によると、クロアチアに住んでいた難民20万人が故郷に帰還しておらず、そのほぼすべてが民族的にはセルビア人と見られる。多くのクロアチアのセルビア人たちがクロアチアに帰還できないのは、 主として彼らがクロアチアに残してきた不動産に対する権利を失ったこと、そして迫害を恐れているためである。クロアチアのセルビア人たちは現在も雇用やその他経済的、社会的権利において差別的な扱いを受けている。クロアチアのセルビア人に対する暴力や嫌がらせは現在もなお報告されている。クロアチアのセルビア人たちが迫害の恐れ以外で、 帰還をためらう理由として、クロアチアの警察が秘密の戦犯容疑者リストを作成しているというものがある。クロアチアでは、戦争に積極的に加担した者以外に対する恩赦を可決しているが、恩赦の規定は不明瞭であり、セルビア人たちは自分がその恩赦の対象となっているかどうか知ることができない。難民の帰還をさらに困難にしているのは、 彼らがクロアチアに残してきた不動産は同様に故郷を失ったクロアチア人やボシュニャク人に与えられ彼らに使用されていることである。また、クライナセルビア人共和国がこの地方を統治していた1991年から1995年の間のクライナ地方は経済的に壊滅状態にあったことも期間をためらう理由となっている。 クロアチアはこの地域を再建するプロジェクトを進めており、1995年以降、経済状態は急上昇したが、それでも、依然、クライナ地方では、失業率は高い。クロアチアの有力な、セルビア人政党として、独立民主セルビア人党がある。同党は、クロアチア政府を支持し、難民期間を加速させることを、その主要目標としている。クロアチア政府は、 難民の帰還を容易にするための各種の法を成立させている。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷は、クロアチア軍の3人の司令官、上級対象イバンチェルマク、上級対象ムラデン・マルカチュ、順将アンテゴトビナに対する訴状を提出した。訴えによると3人は、クライナセルビア人に対する戦争犯罪について、個人的及び指導者としての責任があるとされた。 イクティの検察官ルイーズ、アルブールは後に、もしこの三人を卒追した時点で、フラニオ・トゥジマンが生存していたら、トゥジマンも卒追の対象になったであろうと明かした。チェルマクとマルカチュはイクティに引き渡されたが、ゴトビナは逃走した。クロアチア人の間では、ゴトビナは英雄と見られていた。ゴトビナは、クロアチア国内、あるいは、 ボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチア人の住む地方で自由に暮らしていると広く信じられていた。そして、クロアチア人の当局によって、ゴトビナが自由に暮らせるように秘密裏に支援を受けているか、少なくともゴトビナに対して目をつぶっていたと考えられた。しかし後に、これらは誤りであったことが明らかとなっている。アメリカ合衆国は、ゴトビナ逮捕に500万ドルの検証金をかけ、 ゴトビナはラトコ・ムラディッチやラドバン・カラジッチなどと共にイクティの最重要手配人となった。この問題はクロアチアの外交関係への大きな支障となっていた。欧州連合への加盟手続きはクロアチア政府がゴトビナの潜伏を支援しているとの疑いのため2005年3月まで見送られていた。2005年12月8日、ゴトビナは スペインカナリア諸島のテネリフェ島のホテルで警察に逮捕された。デンハーグのイクティへの引き渡しに先立ち、法的手続きのためにゴトビナはマドリードへ送られた。イクティは後に3人に対する訴訟を一本化した。3人に対する訴訟は2008年3月に開始されたもののチェルマクは2011年、マルカチュとゴトビナは2012年にそれぞれ無罪が確定した。 クロアチア陸軍、ボスニアヘルツェゴビナ共和国軍クライナセルビア人、共和国軍西ボスニア共和国。ありがとうございます。